牧原大成は、福岡県久留米市出身のプロ野球選手。宇藤左田、福岡ソフトバンクホークス所属。1992年10月15日に、福岡県受け派郡田主丸町で生まれた。久留米市立田主丸中学校時代は、久留米ボーイズに所属し首相を務め、3年時にホークスカップでチーム準優勝に導き、優秀選手に選ばれた。 城北港時代は、1年夏に同校が甲子園に出場したがメンバーから漏れ、1年時の秋からベンチ入りした。2年時の春からは三類種、秋からは二類種に定着し、秋季大会では打率、429を残すなど、熊本大会準優勝に貢献した。3年時の夏、熊本県予選ではトップバッターとして活躍するも、準々決勝で東海大、 第2校の前にノーヒットに抑えられ敗退した。2010年10月28日、プロ野球ドラフト会議にて福岡ソフトバンクホークスから育成後医師名を受け入団。背番号は129。2011年オフにはオーストラリアンベースボールリーグに派遣され、11月4日から12月2日までの14試合に出場した。 2012年6月11日に支配下、選手登録を受け、背番号は69となり、6月13日に1、軍発昇格を果たした。シーズン中の1軍昇格は3回。5試合でダイソーとして出場し、3得点を挙げる。7月19日に開催されたフレッシュオールスターゲームに9番2塁手として、先発出場した。2軍では、規定打席に到達し、 82試合に出場した。打率277、12盗塁、63塁打を記録し、チームのウエスタンリーグの優勝に貢献した。また、6月の月間打率347、3盗塁で6月度、水の月間 MVP に選出された。ファーム、日本選手権には9番遊撃手で先発出場した。 オフには11月24日から12月22日まで台湾で行われた2012年アジアウィンターベースボールリーグに NPB 選抜として派遣され20試合に出場した56打数21安打で打率375だったまた2類種3類種遊撃種として守備について失策は例だった2013年7月13日に行われた 本拠地福岡ヤフオク、ドームでの対オリックスバファローズ戦において、7番一塁手で、初の先発出場出場を果たし、初打席を迎えたが、アレッサンドロ・マイストリに二塁ごろ、空振り三振と打ち取られ2打席で代打を送られた。二軍では85試合に出場し打率、2957、19盗塁、83塁打を記録し、ウエスタンリーグの優勝に貢献し、 11月26日のプロ野球コンベンションにて最多盗塁として表彰された。10月6日にはファーム日本選手権に7番遊撃手として出場した。2014年7月22日の北九州市民球場での対千葉ロッテマリーンズ戦9番三塁手で先発出場し2回一死二塁の一打席目に古谷拓也から二塁への内野安打でプロ初安打を 記録した。2軍では91試合に出場し、打率374で首位打者を獲得し、ウエスタンリーグの優勝に貢献し、11月26日の NPB アワーズで首位打者優秀選手賞として表彰された。また、ウエスタンリーグ単独新記録のシーズン通算120、アンダを樹立した。十月四日のファーム、日本選手権で一番優として、 出場3度目にして自身初安打を記録した。オフには11月7日から大中止で開催された国際野球連盟の第1回21優野球ワールドカップに日本代表として選出首相に任命され8試合に出場33打数15安打打率4554盗塁と活躍した。 1> 第1ラウンドは1番打者での起用だったが、第2ラウンドから3番で先発出場し、11月13日の対チェコ戦と11月15日の台湾戦では猛打賞を記録。決勝戦では台湾代表の先発投手、各春林から2安打を記録したが、チームは準優勝となった。11月16日に大会ベストナイン最優秀守備選手として表彰された。 11月21日、契約公開交渉を行い、300万円アップの年俸1000万円で公開した。2015年の春季キャンプより内野手登録ながら外野守備に挑戦し、4月5日に西部プリンスドームで行われた対埼玉西部ライオンズ戦において2番中堅守で先発出場を果たす。4月17日に QVC マリンフィールドで行われた 対ロッテ戦においてスクイズで初打点を記録する。シーズン成績は主にダイソーや守備で43試合に出場、打率159、守備ではすべて外野手としての起用だった。11月26日、契約公開交渉を行い300万円アップの年俸1300万円で公開した。2016年は 開幕一軍はならなかったが、川島経営像の不勝離脱により4月6日に一軍昇格。4月10日に藤崎大県営野球場で行われた対オリックス戦においてシーズン初先発、初安打を記録する。シーズン成績は二類種と外野種として41試合に出場、打率244だった。12月2日、契約公開交渉を行い、 現状維持の年俸戦3 0 0万円で公開した。12月14日、翌年より、背番号を36に変更されることが発表された。2017年は、宮崎春季キャンプでは、A 組、オープン戦も1軍帯同したが、開幕1軍登録はならず、4月1日、腰痛で、離脱の赤石武氏の代わりに1軍昇格する。 4月5日の大東北楽天ゴールデンイーグルス戦で同年初出場するが4月28日に川崎宗則の一軍昇格により一軍登録を抹消される6月3日に内川誠一の首痛による離脱により再昇格し6月4日のセパ交流戦対横浜 DNA ベイスターズ1 2 0 1カ月ぶりに出場するしかし 6月末に右肩を痛めて離脱を余儀なくされる。残りのシーズンはリハビリに費やすこととなる。このシーズンは10試合の出場にとどまった。2018年は前年の怪我の影響から宮崎春季キャンプから B 組帯同、開幕1軍も逃したが7月8日に1軍登録されると当日の対オリックス戦でシーズン初出場、初先発出場。 初安打を記録する。また、オールスターゲーム明けの7月16日の対、西武戦では、7番、二塁手として出場し、プロ初本塁打を含む、猛打賞を記録。その後も、1番、2番、8番、9番で、先発出場するなど、好調を維持し、チームの任意悪心に貢献。しかし、9月27日にメットライフドームで行われた、対西武戦。 初回一死1.3塁の場面で、柳田樹の投げ頃で3本間に挟まれた際に、右足首を負傷し交代。所沢市内の病院で、レントゲン CT 検査を受けた結果、右前拒否人体損傷と診断され、翌日に登録抹消。以後は、クライマックスシリーズ、日本シリーズともに出場できなかった。しかしながら、1軍では、自己最多の59試合に出場。 自身初の100打席超えを果たし、打率3173本類二打26打点を記録。飛躍の1年となった。2019年は自身初となる開幕戦での先発出場を勝ち取った。怪我人が多いチーム事情から本職の二類種以外にも遊撃や外野での先発起用も多かった。しかし前年に比べ打撃は不調で、5月以降は下位打線。 交流戦期間中は2軍落ちも経験した。最終的には規定打席にわずか7打席届かず、打率も242に止まった。その一方で自己最多となる114試合の出場を果たした。西部とのクライマックスシリーズのファイナルステージでは、シーズンの不調から脱却し、4試合で打率421.1本塁打5打点を記録したほか、 守備面でも2類種として、好プレーを披露するなど攻守にわたって、大活躍を見せ、3年連続の日本シリーズ進出に貢献した。続く巨人との日本シリーズでも、第1戦で山口俊から2安打に打点を記録し、3年連続の日本一に貢献した。オフの契約公開では、年俸は倍増となる4000万円でサインした。2020年は開幕戦を9番。 二塁手で迎えた。しばらくは先発起用が続いたが、次第に守備固めでの起用が目立つようになり、7月15日には一軍登録を抹消された。8月20日に、怪我のため一軍登録を抹消された、今宮健太の代わりに一軍昇格した。ロッテとのクライマックスシリーズでは、第一戦に先発出場した際、珍しい遊撃手への内野二塁打を記録した。 巨人との日本シリーズでは全試合に出場した。2021年は同性の牧原光太が入団したため、スコアボード上と報道上の表記が牧原大に変更された。開幕を一軍で迎えたが、開幕戦での出場機会はなかった。守備固めやダイソーでの起用が多かったこともあり、初安打は開幕から約1ヶ月後の4月24日だった。 その後は調子を上げ5月23日には打率が3割を超えた。しかし、6月3日に左大腿部付近の張りを訴えて途中交代すると翌4日に一軍登録を抹消された。6月28日に一軍へ復帰すると同日の西部戦で2番指名打者でスタメン出場を果たすが、7月1日に左太もも筋損傷により再び一軍登録を 抹消された。八月二十四日に一軍へ再復帰すると、同日の西部戦で二番中堅手でスタメン出場を果たし、この試合から八試合連続安打を記録した。五十メートル走のタイムが五秒八と俊速を武器としており、二千十二年二千十三年はウエスタンリーグの三塁打一位を記録した。2018年シーズンは1軍で4本の三塁打を記録し、 三塁到達タイムは10.66秒と、この年のパリーグ唯一の10.6秒台を記録した。体を小刻みに揺らしながらリズムを取る独特の打撃フォームが特徴。初球から積極的にバットを出す打撃スタイルを心情としており、2018年シーズンでは9月10日時点で初球打ちの打率が525と驚異的な数字を残している。その一方で、 2019年シーズンは436打席で死死球が14と極端に少なく、出塁率も267と課題を残している。二類種を中心に内野全ポジションから外野種までこなすユーティリティプレイヤーであり、高い身体能力を活かした鮮やかなプレイを見せる。相性はマッキー。2019年の4月10日の試合前にはゲームスポンサーであるゼブラ社から フェルトペン、ハイマッキーがチームへ500本贈呈され、牧原が代表で受け取った。マッキー・マッキーのコラボレーションにスタンドからは笑いが起きていた。私生活では2015年3月16日に入籍。同年12月15日に女児が誕生したが、2017年に離婚している。2019年9月に再婚。現在の登場曲過去の登場曲。 ありがとうございます。